回はサービス問題、一期一会という言葉を作った彦根を代表する歴史上の人物といえば誰？クイズ滋賀道。彦根を代表するといえばあの方ではないでしょうか。ウェブアミンチュ取材班が向かったのは彦根城博物館です。学芸員の奥田さんにお話をお聞きしました。奥田さん、一期一会という言葉を作った歴史上の人物といえば、ズバリ答えをお願いします。井伊家十三代当主の直助が作った言葉だとされています。井伊直助公が一期一会を、それはまたどのような経緯で？もともとは茶の湯の思想を表した言葉で、偉大な茶人であります千の利休という人が最初にの、考えた思想なんですね。でそれを分かりやすい一期一会という四字熟語に作り直して、紹介したのが井伊直助ということになります。井伊直助公も茶の湯を？大殿様ですね、要はお父さんが、亡くなるという非常に彼の人生にとって大きな出来事が17歳の時に訪れました。移り住んだのが、お城のすぐ近くの埋もれ木の屋というお末町のお屋敷だったんですね。でその17歳の時にそちらに移って、それから15年間ほどそのお屋敷で、茶の湯はもちろん国学、和歌、居合など自分の内なる世界に非常にこう没頭して自己研鑽に努めた。でその中で非常に大きなウェイトを占めていたのが茶の湯ということになろうかと思います。井伊直助公が伝えた一期一会にはどのような思いが込められていたのでしょうか。一度の茶会で出会った人というのは、明日はまた別の人に考え方も変わり、人はどんどん変わっていきますので、今一度きりの出会いというのはたった一生に一度だけのことだという意味合いを込めて、井伊直助の自らが考える茶の湯のあり方というものが非常にこう込められている、それが一期一会という言葉の、本来的な意味でございました。その考えは現代にも通じますね。一期一会という言葉が今では茶の湯の世界を超えて人と人との普遍的な関係性を考える上で非常に重要な意味を持った言葉になっているというふうに思います。茶の湯を極めた井伊直助公ゆかりの品々が彦根城博物館に？当館彦根城博物館では、井伊家に伝来した非常にたくさんのお道具を、所蔵しております。その中で非常に重要な位置を占めておりますのが、この井伊直助の、業績を伝えるような、文物になります。で特にお茶の関係では、井伊直助が愛した茶道具、自ら作った茶道具、あるいはその弟子たちに教えるために作ったテキストとしての茶書などがございまして、いつも当館の展示ではそういった作品を見ていただけるように展示を行っております、ぜひ皆様にご来館いただいてご覧いただければと思っております。クイズ滋賀道。滋賀にまつわる伝説や謎の情報の提供